この事件は去年6月、別府市野口原の交差点でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷したものです。県警はひき逃げの疑いで八田與一容疑者を指名手配していて、捜査関係者によりますと八田容疑者は意図的にぶつかった疑いがあるということです。遺族などは県警に対して容疑を殺人に変更することを求めるため、インターネット上での署名活動を今日から始めました。ひき逃げの罪は時効が7年ですが、殺人罪には時効がありません。遺族は逃げ続けている八田容疑者を許すわけにはいかない、皆さんの力を貸してくださいなどとコメントしています。遺族は3万人分の署名を集めたいとしていて、署名は別府願う会のホームページや SNS などで受け付けています。